はいどうも皆さん、月島と申します。とけ、今回なんですけども、本編に入る前にですね、まず新しくイベントが始まりましたので、そちらの方をね、まずつらつらと話していきたいと思います。うっす。で、いきなりね、始まった新しいイベントなんですけども、なんと久しぶりのサプライドロップイベントとなります。おお、久しぶりですね。ね。で、今回はね、イベント武器の方が2種類、配布されます。うん。で、今回ね、配布される武器なんですけども、まず一つが、ショートバレル型の MP35 となっております。うん。ショートバレル型ですね。なので、数軸の通常ツリーの BR3 にあるやつよりはですね、若干ダメージはね、下がっちゃってるんですよ。うん。ただしその分 BR も1下がって BR2 で使える MP35 となっております。うん。まあ MP35 自体はね、非常に優等生なね、サブマシンガンですからね。うん。まあダメージがね 0.2 ね、低くなったくらいでもね、全然使いやすいと思いますから。うん。まあ興味がある方はぜひ取ってみてください。はい。そしてもう一丁なんですけども、来ましたね、ブレダ PG カルカノ型です。はい。多分ですね、フルオートできないセミオートマチックライフルの中では多分最強クラスのセミオートマチックライフルですね。うん。BR4 です。そうで、最大の特徴はね、やっぱり4点バーストできるんですよね。しかもかなり反動が小さいんですね。反動の小さいね、4点バーストを打てるということでね、かなり強力なセミオートマチックライフルとなっております。うん。こちらがね、1丁手に入るということですね。まあ、ということで、うん、まあ、もしね、頑張れる方はぜひ頑張ってみてください。はい。ということで、ここからが本編の方に戻りまして、今回使っていく銃はこちら、日本軍のFN ブローニングオート5の方を使っていきたいと思います。うーす。はい。日本軍研究ツリー BR2 のセミオートマチックショットガンとなっております。うーす。はい。この前のね、秋の大型アップデートゲリラウォーフェアの方で新規追加実装されたばっかりの日本軍の新武器にして、日本軍ツリー初のショットガンとなります。やったー、日本軍初のショットガンです。うーす。とはいうものの、まあオート5ですよっていうね。はい。ね、連合の方でね、もう追加実装されてね、もう何年も経ってるようなオート5なんですけれども、まあね、そっちの連合の方のね、オート5と少しだけ性能が違いまして、日本軍のオート5の方がダメージが上なんですよ。うん。ただし連合軍のオート5の方がリロード速度が速いよみたいな、そういう違いがありますね。うん。まあとはいっても本当に小さい誤差程度のね、数字の違いしかないから、まあほぼほぼ同じ銃と見てもいいかなと思いますね。うん。というわけで、今回も演習場の方に来ましたので、反動の方をまず見てもらいます。で、今回使うオート5の方はカスタムは一切してませんし、パークの方も載せてません。というわけで、こんな感じです。はい。というわけで、まあ普通です。はい。まあショットガンとしてはまあこんなもんですよね。まあセミオートでね、打てるという個性がある、それがまあオート5って感じかな。うん。なのでね、まあ連合軍のオート5もね、日本軍のオート5もね、もうなんか使い勝手というか打ち心地は全く変わらないですね。うん。ということではあるんですけれども、まあ正直ね、日本軍のショットガンって結構きついと思う。うん。やっぱり太平洋キャンペーンのマップ自体がね、そんなになんかショットガンの刺さるようなマップじゃないよねっていうところあるからね。そう、連合軍だったらね、ノルマンディとかチュニジアですか、あの辺りって結構ね、特にチュニジアって結構ね、ショットガン刺さるんですけども、さすがにな、中距離帯以上の長さのね、まあ、戦闘が発生しやすい太平洋マップだとね、ショットガンはさすがに厳しいと思いますね。ただでさえね、このゲームのショットガンってそんなに強くないのにね、中距離帯以上これくらいでの打ち合いとか結構多いからね。なのでまあショットガンとしてはかなりマップ的に不利なところがあるかなって思いますね。まあ、ということなんで、もう本当に近距離戦ですね。こんな感じでもう近距離戦に持ち込んで、もう屋内戦とか塹壕戦ですね、そのあたりにね、持ち込んでもうガンガン前に出ていくみたいな、そういう立ち回りが本当に大事かなって思いますね。うん。というわけで、今回はそんな日本軍のオート5セミオートマチックショットガンの方を使っていきたいと思います。はい、オッケー。というわけで、今回は日本軍のオート5使ってきます。うーっ、ショットガンです。
セミオートマチック式のショットガンとなります。うーす。そしてこのゲームショットガンそんなに強くないです。うーす。はいっていうね。はいまあ正直ね、このゲーム本当ショットガンそんなに強くないので、オッケー、いいんじゃないのね。まあ普通にサブマシンガンでいいよねっていうところあるよね。ね、特に日本軍のねサブマシンガン非常に優秀なやつが多いからね、わざわざショットガン使う必要はないじゃないんですけれども、しかしオッケー、太平洋キャンペーンマップのねショットガンの可能性を模索して今回はオートファイブ使ってます。うっす。さてちょっと入りますか。おっと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 、オッケー、よし大丈夫そうですね。じゃあちょっと入りますか。まあショットガンですからね、近距離戦で使ってこそのショットガンっていうところありますよね。あるよね。いや本当ね、このゲームねショットガンの威力減衰マジ早いからさ、そんなに中距離帯で戦っても全然ダメなんですよね。はい、よし、ね、なんでやっぱり結構難しいんですよ、ゲーム自体がね。もともとねサブマシンガンとかの方が有利っていうところあるよね。ステイ、はい、強い。さてさてさて、戦車はどこ。あー右の道路だな、右道路のかなり後ろの方にいるかな。というわけでゲリラ部隊、ゲリラ部隊が行くぞ。ゲリラ部隊が行くんですが、ガガガいねえ。あーっと前線の方出てるのか、ちょっと待ってくださいよ。お、入れ違いってやつですよ。いいですね、グラントか。というわけでとりあえずカツ丼アタック、さあどうだ。はい、OK、戦車撃破。おっと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 、いやこの距離なんかこの距離だともうダメですね、ダメです。キルできる未来が見えないわっていうさすがにねダメだと思いますね。アシストは大量にもらいましたねまあアシストはもらえるんで、まあ、将来的にねもしかしたらイベントタスクの方でねアシスト何回取れみたいなタスクが来るかもしれないからね、まあその時のためにね備えてまあセミオートマチック型でもね何でもいいからショットガン取っといたらいいんじゃないのっていう形で、まあ無理やりなショットガンのね使い道を考えるわけですが、ガガガくそ、まあヘッドショット絡んでもねもともと威力低いからダメなんだよな。やっぱりヘッドショット絡んでもね全然ダメですね。まあなのでどう戦車か、なのでねやっぱり接近戦以外に、ね、使い道ってないんですよねショットガンね。ガー倒せ、まずい、ちょっとまずい。さてかなり来ましたね。ガー弾速遅い、何、ちょっと待て、なんとかった。こんな時にネットワーク障害は勘弁してもらって。よし取れましたね、取れたんですけども、なんか敵の戦士がめちゃくちゃなんか味方の方に浸透してっちゃったんで、あの戦士はまあお味方にお任せしますかね、しょうがないね。ということなんでちょっとあーたった、さすがにライトニングだな。こういう時になシーガルとかね SOC 飛んできてくれたらね助かるんですけどね。音はすれど姿は見えず、あちょっとまずい、いやダメダメ、絶対ダメだ。くそ、ちょっと待ってみようか。そんなところにも結構残党いたか。くそ、弾速遅いんだよな。この弾速の遅さにも慣れないといけないからね。オッケー、百式、何、ちょっとリロードキャンセル、オッケーね。百式機関単銃の弾速の半分以下ですからね、そのあたりを考えないとね、難しいですね。というわけでなんかもうさっきからなんか難しいしか言ってませんけど、まあ本当にこれね、本当にノルマンディとかだったらねめっちゃ輝くんですよショットガン。そう、太平洋のマップだからちょっと良くねえよっていうような話ですね。ね、太平洋は基本的にね中距離帯の打ち合いが本当多いからね、もう中距離帯になっちゃうともう全然ショットガンねもう本当にもう豆鉄砲になっちゃうからね。だからこういう塹壕戦大好き。はい強い、はい強いね、こんな感じで塹壕戦だったら強いんですよね。大丈夫そうですね、オッケー、よしいいですよ。というわけでここからがドキドキの塹壕戦ですね。塹壕戦の中だったらね
ショットガンが輝くという点をお見せできたら嬉しいの。はい、強い、はい、強い、いいですよ。てかめっちゃ敵いんな。あぜい、オッケー、大丈夫か。あーっと、そっち行ってくれるのと、じゃあ私がこっち行くよ。よしね、こんな感じで塹壕戦だったら強いんですよ。塹壕戦だったらね、ショットガンはね強いですね、というふうに胸を張って言えるんですが、いいもよ、いいですね、うん。いや本当にこんな感じで使う場所によって本当に刺さるところと刺さらんところってかなりね、メリハリが効いちゃうんですよね。だからちょっとね、そういうところは、ね、本当に立ち回りでね、なんとか突っ込んでいくようにしていかないとダメですね、うん。ちょっと奥の方やりたいんですが、ちょっとな、だけど奥の方スコットだからな、ワンチャンショットガンで倒せんだよな。とりあえずこっちはポイント、ポイーですわ、からのあのスコットに関してはちょっと OK、 いいですね、肉弾攻撃でやるしかないですね。幸いスコットだからね、よかったね。 OK、 よし、行くぜ。さあ待て待て、さあ行くぞ。どうも日本軍です。はい OK、 はい OK、 これが大和魂だ、これが肉弾攻撃だ。というわけでそんな感じの大和魂を見せつけたところで、まあ前進するわけではあるんですけども、こんなところでねショットガンでうろうろしてたらね、もう撃ってくださいと言わんばかりでございますからね、もうとっとと前進したいところではあるんですが、セイハロー、何よしですよ、この距離で2発か、この距離で2発か、待てい、ガッ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってみようか、結構いますね。お味方の到着も待ちたいところではあるんですが、前線張られるのは嫌なんでね、当たら、そう、なんかこのショットガンの最大の問題ってやっぱり弾速な気がしてきたね、なんかやっぱり弾速遅いっていうのがなんか最大の問題な気がします。くそ、これは取れてるっぽいですね。はい、ですいいですね、完全に取れてるんだったらじゃあ前に出るだけだよな。ショットガンが後ろにいたらね、それこそダメですよね。ショットガンが後ろにいちゃダメですよ。くそね、ということなんで、あ、取れそうですね、うん。じゃあちょっと行きますか、ただ正面かなりいるな、くそ、この辺りと打ち合って勝てる気がしない。さすがにね、この辺りとね打ち合って勝てる気がしないので、あ、いいですね、お味方行ってくれるんだったらじゃあ側面から行きますかね。ショットガンなんでね、近距離戦なんで、近距離戦が本当にしたいんでね、側面の方から上がってきますか、側面から上がってって、で敵のねもう側面攻撃ですよ、ね、こんな感じでね、近距離戦でね、ショットガンの三段をばらまくっていうのが、それが大正義ではダメですね。ダメだな、ちょっと待ってくださいよ、お味方のね前線を上げてほしいところではあるんですが、いやこの辺ね、この辺本当にこの辺サブマシンガンでいいんだよな、クソ。サブマシンガンでいいんだよな、やばい、オッケー、いいですよ。さてさてさて、サブマシンガンでいいなんていうね泣き言はね、ヤマトオノクは言うべき泣き言ではありませんな。与えられた銃で戦わなければならんのですよ。戦車いますね、戦車多分下だな、スコットとかだったらまたしても肉弾アタックでなんとかなるんですが、さて、お味方の前線が上がりがちょっと遅いのが気になるんですが、行くしかないです。あ、いいですね、もう行ってる人間はもう行ってるのか、よし、いいですよ、いいですよ、そういうね、大和マスラオがねいるとね楽させてもらいますね。はい、というわけでショットガンナーが全員やられてしまったんで、もうめんどくさいから、さすがにねここはねショットガン全然刺さらんから、さすがにここはね穴刺していいですよ、さすがにここここはさすがにね、もうショットガン使ってたらもう全然ダメなんで、ね、まあもう97式銃機関銃強いですねっていうところをお見せします。うっすね、まあ本当にねもう何回も言うんですけども、はい97式強い、はい97式強いっていう、こんな感じでねやっぱりね距離が空く戦闘多いからね、太平洋キャンペーンね、だから97式強いよね、はい97式強い、はい強いっていう感じでしょうか。はい、ガーッ、
勝ちました。というわけで今回は日本軍のオート5の方を使ったんですけども、まあ本当に今やって試合1試合とこの前にね1回ちょっと肩慣らしのために1試合やってるんですけども、どっちの試合でもねやっぱり同じ印象を受けますね。やっぱり太平洋でショットガンは刺さらんなっていうところがありますね。やっぱりサブマシンガンの方がやっぱり優秀だなっていう感じかなね。特に BR2 だとねそれこそ中距離帯に強いね姿勢2型使えたりするからね。うん、まあなのでそのあたりも考えるとやっぱり太平洋の特に日本軍でまあショットガンを使うっていうのはかなり難しいかなっていうところありますね。うん、ただオート5自身はねすごくいい銃だと思うんですよね。本当にノルマンディだったら刺さるんですよね。オマハビーチとかねボーの廃墟あのあたりだと結構刺さるんですよ ね。オマハビーチはねまあビーチはともかくとしてね、あの丘の上に登っていくね最中だとねかなり近距離戦多いから、ね、ショットガン刺さるんですけども、さすがにねっていうところがあるよね太平洋だとね。うん、まあ、というわけで、まあ、非常に難しいかな。環境的な問題かな。ね。まあ、環境的な問題で、まあ、ちょっとやっぱり日本軍のショットガンは厳しいというところがあるかな。うん、まあ、とはいってもね、自分だったら日本軍でもショットガン使いこなせるぜみたいなね。腕に覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんか。うん、まあ、そういう方はぜひ使ってみてください。はい。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。